ラ・ショーモン、ラ・ショーモン、ラ・ショーモンは、1950年、昭和25年8月26日に公開された日本映画である。大映製作、配給。監督は、黒沢明。出演は、三船敏夫、京町子、森正幸、志村隆史。モノクロ、スタンダード、88分。芥川龍之介の短編小説、ヤブの中と、 ラショモを原作に、橋本忍と黒沢が脚色し、黒沢がメガホンを取った。舞台は、平安時代の乱世で、ある変死事件の目撃者や関係者がそれぞれ食い違った証言する姿を、それぞれの視点から描き、人間のエゴイズムを鋭く追求した。自然光を活かすために、レフ板を使わず、鏡を使ったり、当時はタブーとされてきた太陽に、 直接カメラを向けるという撮影を行ったり、その画期的な撮影手法で、モノクロ映像の美しさを極限まで映し出ている。撮影は宮川和夫が担当し、黒沢は宮川の撮影を100点以上と評価した。音楽は早坂文雄が手掛け、全体的にボレロ調の音楽となっている。日本映画として初めて、ベネツィア国際映画最近、獅子賞と、 アカデミー賞名誉賞を受賞し、黒沢明や日本映画が世界で認知、評価されるきっかけとなった。本作の影響を受けた作品に、アランデネ監督の、去年、マリエンバートでなどがある。2008年、平成20年から、角川映画、映画芸術科学アカデミー、東京国立近代美術館、フィルムセンターの3社によって、デジタル復元が行われ、2010年、 平成22年に三社に対して全米映画批評家協賞の映画遺産賞が贈られた。打ち続く戦乱と薬病の流行、天災で人身も大敗を極めた平安時代の京のと荒れ果てたラジオ門で三人の男たちが甘い宿りしていた。そのうちの二人、ソマウリと旅講師はある事件の参考人として出頭したケビー氏からの人だった。実に 奇妙な話を見聞きしたと、もう一人の下人に語り始める。三日前、竹木を取りに山に分け入ったソマウリは、武士、金沢武弘の死体を発見し、ケビン氏に届け出る。そして今日、取り調べの場に出廷したソマウリは、当時の状況を思い出しながら、遺体のそばに、死ん長さ、踏みにいじられた、侍絵星、切られた縄、そして赤字折りの守り袋が落ちており、 そこにあるはずの金沢の立ち、女性用の担当は見当たらなかったと証言する。また、道中で金沢と会った旅帽子も出廷し、金沢は妻の正子と一緒に行動していたと証言する。まず、金沢を殺した下手人として、盗賊の多常丸が連行されてくる。多常丸は山で侍夫婦を見かけた際に、正子の顔を見て浴場し、 金沢を騙して捕獲した上で、政子を手込めにしたことを語る。その後、凛とした政子が、両者の決闘を要求し、勝った方の妻になると申し出たことから、多条丸は、金沢と、正々堂々と戦い、激闘の末に、金沢を倒したという。ところが、その間に政子は逃げており、担当の行方も知らないと証言する。次に、政子の証言が始まる。 て米にされた後、多條丸は金沢を殺さずに逃げたという。正子は金沢を助けようとするが、眼前で男に体を許した妻を、金沢は軽蔑の眼差しで見据え、その目についに耐えられなくなった正子は自らを殺すように懇願した。そのまま気絶してしまい目が覚めると、夫には担当が刺さって死んでおり、自分は後を追って、死のうとしたが死ねなかった、と証言した。語り口は、 悲観に暮れ、多条丸の証言とはあまりにかけ離れていた。最後に、巫女が呼ばれ、金沢の霊を呼び出して、証言を得る。金沢の霊曰く、マサゴは多条丸に恥かしめられた後、彼に女王を移し、一緒に行く代わりに、自分の夫を殺すように求めた。しかし、その浅ましい態度に、さすがの多条丸も呆れ果て、女を生かすか殺すか夫のお前が決めてよいと、 金沢に申し出た。それを聞いた正子は逃亡し、多城丸も姿を消し、一人残された自分は無念の、あまり、妻の担当で自害した。そして自分が死んだ後に何者かが現れ、担当を引き抜いたが、それは誰かわからないと答える。それぞれ食い違う三人の言い分を話し終えたソマウリは、下人に、三人とも嘘をついているという。ソマウリは、実は、 事件の一部始終を目撃していたが巻き込まれるのを恐れ黙っていたという。ソマウリによれば、多城丸は合姦の後、政子に惚れてしまい夫婦となることを懇願したが、彼女は断り金沢の名はを解いた。ところが、金沢は恥ずかしめを受けた彼女に対し、武士の妻として自害するように迫った。すると、政子は笑い出して、男たちの自分勝手な言い分をそしり、 金沢と多条丸を殺し合わせる。戦になれない二人は、へっぴり腰で無様に切り合い、ようやく多条丸が金沢を殺すに至ったが、自らが仕向けたことのなりゆきに正子は動揺し、逃げ出した。人を殺めたばかりで動転している多条丸は正子を追うことができなかった。三人の告白は、見えのための虚偽であり、情けない真実を知った旅防止はようはかむ。すると、 ラジオ門の一角で、ふと赤ん坊の鳴き声がした。何者かが赤子を捨てていったのだ。下人は迷わずに赤ん坊をくるんでいた着物を奪い取ると、赤ん坊は放置する。あまりの諸行に、ソマウリは、咎めるが、下人は、自らの利を解き、さらに現場から亡くなっていた、金沢の太刀と担当を盗んだのが、ソマウリだったと指摘し、お前に非難する資格はないと罵のしりながら去っていった。 旅帽子は思わぬことの成り行きに絶望してしまう。と、おもむろに、ソマウリが赤子に手を伸ばした。一瞬、その手を払いのける旅帽子だったが、ソマウリは自分のことして育てると言い残し、赤子を大事そうに抱えて去っていった。旅帽子は、己の不明を恥じながらも、人間の良心に希望を乱すのだった。痛み満策唯一の弟子として、指導を受けた、橋本忍は、 伊丹の死後、佐伯清の弟子となり、サラリーマンをしながら、脚本の勉強をしていた。1949年、昭和24年、橋本は、芥川龍之介の短編小説、矢部の中を脚色した作品を執筆。最近にこの脚本を見せたところ、かねてから付き合いのあった、黒沢明の手に脚本が回り、黒沢はこれを次回作として取り上げた。 橋本の書いたシナリオは刑の郊外で、旅の武士が殺されるという殺人事件をめぐって、関係する三人がケビー氏で証言するが、それがみんな食い違ってその真相が用として、わからないという人間不信の物語であったが、映画にするには短すぎたため、ソマ売りの証言の場面と芥川のラ・ショのエピソードと、ラストシーンで出てくる赤ん坊のエピソードを付け足した。当時黒沢は、 東方葬儀の影響で、成瀬せみ山本かじ郎、う、木とき郎らと共に映画芸術協会を設立してフリーとなっていたが、同協会は大英と契約を結んでいたこともあり、同社で制作交渉を行った。しかし、大英はこの難解な作品の映画化に首をひねったため、黒沢は社長の長田雅一にセット一杯でできると説得して、 ようやく企画が了承された。撮影は大英京都撮影所で行われた。その撮影所前の広場に、原寸大の羅生門のオープンセットを建設した。このセットは間口18軒、約33メートル、奥行き12軒、約22メートル、高さ11軒、約20メートルで、柱は周囲4尺、約1.2メートルの巨材18本を使い、 延暦17年と掘られた瓦を4000枚焼いた。さらに、門の右側を大きく崩し、荒廃した姿を再現した。完成された門は、とても巨大なものになり、黒沢も、私もあんな大きなものを建てる気はなかったと語っている。大英重役の川口松太郎も、黒さんにはいっぱい食わされたよと愚痴っている。門の変額は縦1メートル20センチ。 横2メートル15センチの大きさで、字は初夏の宇の翔太郎によるもの。この門以外に作られたセットは、ケビー氏のシラスのみで、森のシーンは、奈良奥山の原生林と光明寺の森で、ロケーションに撮影された。冒頭の雨のシーンでは、モノクロカメラで迫力のある雨の映像を撮るために、水に炭を混ぜて、ホースで降らせたという。このやり方は、七人の侍の豪雨の中の、 合戦シーンでも用いている。出演者は、黒沢映画常連の三船俊夫志村隆千秋実のらに、慶イマチコ、森正幸、上田吉次郎、早やくに、加藤大輔本間文子の8人のみである。ヒロインの正子役は、当初、原節子で行くつもりだったが、慶がこの役を熱望して、眉毛を剃って、オーディションに臨んだため、慶の熱意を黒沢が買い、 K に決まったという。完成間際の1950年、昭和25年8月21日、アフレコ収録中に撮影所が出火し、オリジナルネガは無事だったが、一部の音ネガが消失。さらにその翌日には、A 社器でのテスト中に再び炎が上がり、フィルムから放出された毒ガスにより30人ほどのスタッフが病床につくというアクシデントが起きてしまう。 試写会は8月25日の予定だが、黒沢は残り2日間で録音作業を行い、なんとか試写会に間に合わせている。8月25日、大英本社4階で試写会が行われた。しかし、試写を見ていた長田社長は、こんな映画、わけわからんと憤慨し、途中で席を立ってしまった。さらに長田は、総務部長を北海道に左遷し、 企画者の元木曹次郎を首にさせている。翌日8月26日に本作は公開されたが難解な作品だということもあり、国内での評価はまさに不評で、この年のキネマ旬報ベスト10では第5位にランクインされる程度だった。興行収入も黒沢作品にしては少ない数字であった。同年末、ベネツィア国際映画祭とカンヌ国際映画祭から、 日本に出品調整状が届いた。先に開催されるカンヌ国際映画祭の候補作を選ぶため、各映画会社からおすすめの作品を選ぶこととなり、大英からは吉村孝三郎の似せれる清掃と羅生門を選出した。その中から関係者による投票を行い、上位2作品、また会う日までと羅生門が候補作として選ばれた。しかし、また会う日までは、 制作会社の東方が葬儀の影響で、出品費用が捻出できないため自体、羅生門が残るも、こちらも自退してしまっている。そんな中、イタリーフィルム社長のジュリアーナ・ストラミジョーリは、ベネツヤ国際映画祭の依頼で、日本の出品作を探すこととなったが、何本と候補作を見ていると、その一本である、羅生門を見て感激し、出品作に決めたが、大映画がこれに反対。 そこで、ストラミジョリは、自費で、英語字幕をつけて、映画祭に送った。当時、大英の重役をはじめ、ほとんどの人々が、作品の受賞を期待していなかったが、ベネツィア国際映画祭で上映されるや、いなや、大絶賛され、1951年、昭和26年9月10日に、禁止賞を獲得したのある。しかし、日本人の制作関係者は誰一人も映画祭に、 参加していなかったため、急遽街を歩いていた、ベトナム人の男性が代わりにトロフィーを受け取ることになった。この姿は、写真報道をされ、この無関係のベトナム人が、黒沢本人であるとの誤解を招いたこともあった。長田は受賞の報告を聞いて、グランプリってなんやと聞き返し、わけわからんと批判していたにもかかわらず、手のひらを返したように、大絶賛し始め、 自分の手柄のように語った。人は、そんな、長田の態度を、黒沢明は、クランプリ、長田正一は、知らんぷりと揶揄した。黒沢も後年このことを回想し、まるで、羅生門の映画そのものだと評してる。その後の大映は、娯楽映画路線から芸術的対策映画路線へと、展示、吉村幸三郎の、源氏物語、溝口賢治の、右月物語、 三章大部、絹笠定之助の地獄門といった同社作品が次々と海外演祭で受賞している。黒沢明は作品が映画祭に送られたこと自体も知らず、受賞のことは妻の報告で初めて知ったという。後に開かれた受賞祝賀会で黒沢は次の発言をしている。前日の通り、日本では公開時は不評だったが、 海外では高く評価され、ベネツィア国際映画祭でグランプリにあたる金獅子賞を受賞した。日本映画として初めて海外映画祭でグランプリに輝き、世界における日本映画の評価が高まるきっかけとなった。また、第24回アカデミー賞で名誉賞、現在の外国語映画賞を受賞、翌年の第25回アカデミー賞では美術監督賞、 白黒部門にノミネートされ、この受賞式には、淀川長春が出席した。ラ・ショモンのグランプリ受賞は、当時まだ米軍占領下にあり、国際的な自信を全く失っていた、日本人に、古橋弘之進の競泳世界記録樹立、湯川秀樹のノーベル物理学賞受賞などとともに、現代では想像もできぬほどの希望と巧妙を与えた。この受賞により、 黒沢明監督と日本映画は世界で評価されていき、日本映画も黄金期と入っていった。英国映画協会、ブフィのサイトサウンド氏が10年ごとに発表している史上最高の映画ベスト10では、1992年の映画監督が選ぶベスト10で第10位、2002年の同ベスト10で第9位にランキングされている。 1999年にビレッジボイス氏が発表した20世紀の映画リストでは日本映画として最高位の第10位に選出されている。芸人役の植田吉次郎は本作のグランプリ受賞後ハガキ半分台の大きな名詞を作り、グランプリ受賞の羅生門出演、植田吉次郎と印刷して話題を巻いた。楽しくご覧になりましたら高読と良いです。 クリックしてください。